カリカリ梅のチャーハンを作ります。長ネギ 50g、 小梅 30g、 10回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにサラダ油を引き、ブンブンした具材、しらす干しを炒めます。溶き卵1個、ご飯 300g を加え炒めます。和風だしの素小さじ1、塩コショウ適量、ひじき適量を加え、さらに炒めます。仕上げに醤油大さじ 1/2 大葉を入れ、炒め合わせたら完成です。